宮田さん、その自分の大学生活の話してるから宮田さんも一緒に統括の話を伺っていってもいいですね、はいはい、その時歌いましょう。なんでどんだけ俺歌わせないのさすがに正解しか歌えたんだけど、マクロスのあのセブンの方とか歌える、あの突撃ラブハートとかそれも歌えるけど女性ボーカルやったら武田塾チャンネル。大学受験の歩き方、今回はなんと山上先生には宮田さんが出演していただくことになりました。はい、はい、よろしくお願いします、はい、ね、で、せっかく出ていただいたのに山上先生と同じく真面目な話をしても多分大して周りは求めてないかなと思うので、受験に受かって大学に入るとこんな楽しいことが待ってるぞという話を、うん、主に宮田さんメインで、ね、ぜひ細かく話を聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、続いてその人生観というか、はい、そういうバイトをやっていくうちに自分の中でこう、あ、俺ってこうなんだなって思った側面があってですね、何かっていうと、自分は自分のために全然頑張れない人間なんですよ。ほう、まあまあ、例えば勉強もそうだし、受験時代もやっぱ全然自分は頑張れなかったんですよ。でも人にこう頼られたり人が迷惑することに関してはめっちゃ頑張る人間だなっていうのが、その塾講とかやっていくうちに分かったんですね。なるほどなるほど。例えば、はい、数学の勉強を自分の成績上げるためにはあんま頑張れないんですよ。だけど、はい、数学の勉強が上がらなくて困っている生徒がいたりとかする場合は、これ全力で何とか処理するわけですよ。同じものを仮に使ってても、はいはい、同じ勉強でも、はい、それが俺のためかその人のためかで頑張り具合が違うっていうのが分かってきて、で、大学3年生の時にその今の株式会社が今武田塾に、はい、まあ、当時からもっと前から塾長との付き合いあったんだけど、まあ、せっかくだからうち来ないみたいな誘いを受けて、はい、で、それやっていく中で、もう自分は例えば大学の卒業もその時点でも考えることもできたんですけど、はい、もうこの道生きていくなっていうのがある程度決まってたんですよ、うん、その今言った人生観もそうで、多分自分はずっとこういうことをやっていくだろうなと。その誰かのためにしか自分は頑張れない人間だし、今後その例えば就職のために頑張ろうって大学行こうっていう意識になれるかっていうと、多分それより今数学に困ってる、今国語に困ってる、自分がいることで何か力になれる人がいるならそのために頑張りたいっていうふうに思ってて、で、それによってこう鍛えていった部分で生きていくことができるだろうと。大学の名前とかそういうなんかブランド的なものに頼らなくても、自分は自分が培ったもの、自分が今後やっていこうとするもので生きていけるし、生きていこうって覚悟を決めてこう大学を辞めたって感じです。ああ、そうなんですね。あ、なんかちょっと込み上げてきました、いろいろとだからやっぱりこうある意味それはだから大学生活というか、はい、その時代の何か生きてきた年間あの時間の中で、まあ、その自分の将来どう生きていくかっていうのがやっぱり固まったと。この生き方で自分は生きていけるし後悔しないなって思ったから今こういう仕事をやってるって感じなんですよね、うん、なるほど。そうなんですよ。ああ、ちょっと、うん、今日はいい話ありがとうございますいや、多分ね、でもこういう話して、はい、もう一番みんながインパクト残ってるのは宮田さんの歌だったりとかね、おかげの話だと思うんで、まあ、そっちの方がむしろ印象に残ってほしいと思うんで、だけどまあ、大学生活ってさ、やっぱりいろいろこう自由にできるじゃないですか。はい、そうです ね、やっぱ高校と全然違うよね、そういうところは。ガラッと変わりますよ、うん、お金も使えるお金も全然変わってくるし、うんうん、アルバイトが全然できるんで、ね、そうですね、規模が違ってくるから、うん、だから本当に何でもできて何もしないこともできるし、うんうん、だからせっかくだからね、大学入ったら本当に自分がやりたいと思っていること何でも手を出してみて、うん、その中でこう今日また大学で終わっちゃうことだとしても、うん、やっぱり全力で楽しんでね、行ってほしいなと、うん、何がね将来人生に今後変わってくるか分かんないしね。そうなんですよね、うんうん、自分だって塾講のバイトはね大学入る前からしたいと思ってたし、うん、しようと思ってたけど、そのまま将来そっちで生きていこうとは最初から思ってたわけじゃないんで、うん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 、そうですね、私も、うんうん、今こんなことやってると思ってないです、はい、だけど何かを一生懸命やったり楽しいと思うことをもう好きなだけやってたら結構ね割といろんなことを見つかってくると思うんで、ぜひね
今受験勉強で大変だと思うんだけど、大学行ったらおっしゃやりたいこと全部やってやろうって言ってね、うん、皆さんのように楽しい大学生活を送ってほしい、自分のように、うん、まあ何ていうか一つのものにひたすら特化するっていう生き方してもいいし、うん、正解はないからね、ぜひ楽しい生活を送ってくれればと思いますね。はい、はい、さっきからね、この撮影の裏でですね、あの歌を一緒に歌おうと言われてるんですけど、嫌なので早めに締めたい。いやー、マクロスフロンティアを一緒に歌いたいんですけど、ダメですか？残念ながらね、そんなに詳しくないんでね、歌えないですね、ごめんなさい。じゃあ今度練習してまた二人で歌います。はい、はい、というわけで、今回大学生活ってどんなもんなのっていうのを、まあ、ちょっと偏ってますけれども、武田塾的な大学生活について、話してみました。まあちょっとでもね、大学に行くのが楽しみになった人が、いれば幸いです。ということで、皆先生ありがとうございました。はい、はい、以上です。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、すごいですね。参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか？分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、で、さらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転合格 .com、 あ、それだそれ、逆転合格 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おお、すごいですか、おお、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。